てのものに神は等しくあらせるのだと、心の首元にぎゅっと手が回る。明らかならなぜにわざわざ唱えるのでしょう。満杯の胃袋になおも生肉を詰め込むように。世界は疲れたって僕にはもう無理だって、宇宙の寂しさを一人でしょい作り上げてはみたが、世界は疲れたってあともう壊れるだけ、親が子を殺める時の作法お目に入れてあげましょう。一日くらいはあったかな、この世の誰一人叫ばなかった日は。あの日、星が降った日、それはまるで夢の景色のように。美しい眺めだった。